こんにちは。こんにちは。テロップ書いてないよ。こんばんはじゃない、こんにちは。いつもと同じ感覚で言っちゃった。こんにちは。寒いね今日。起きて寒かったから暖房つけちゃった。モセたち来てないよ。ほらここにある。タバコしてる。いいね。朝はさっきドーナツ食べた。昨日なんかミスドで買ってきたの。昨日バーガーキング行ったんだけど、その代わりにミスド行って、そう久しぶりに。でそれ朝ごはんで食べた。ポンデリングとなんだっけ、ゴールデンチョコレートみたいなやつ。ポケモンのやつは買ってないね。中身ゴンのしかなかった。結構遅く遅めの時間に行ったから、閉店ちょい前ぐらいに行ったから。ポケモンの目当てって言ったわけじゃないんだけど、なんとなく昔は、うん、でも昔買うつもりなかったから別にいいけど。ウーバーじゃない、ウーバーは全然したことない。今まで1回しか使ったことないウーバー。一番最初クーポンもらえるじゃん、そのクーポンで買ったことあるから。なんか1回しか使ったことない。なんかチキンだね。ヤンニョムチキン。会場の屋台、今日はあれだ、ロコモコ丼とクロフルとあとなんかあった気がするけど分かんない。辛かった。ヤンニョムチキンは辛くないよ。全然辛くない。あんま辛いお店ない。明日はクレープね。明日全部クレープ。でもクレープも甘いのだけじゃなくてしょっぱい系のもあったけど、
行くか分かんないな、キッチンカーは遅い部っていうのもあるし、行くか分かんない。そう、行くんだったらそうなんだよね、宿泊始まる前なんだよね。でもそんな時間なさそうだから行かないかも。確かに17時出発くらい出るの？え、もっと早いよ17時出発じゃ間に合わない、もっと早い。配信1時間ぐらいするね。12時何時に始めてる、11時10 20分前ぐらいとかだね。20分のちょい前、十何分とかでしょ。12時15分ぐらいにランキング読んだらちょうどいいか。18分、12時15分になったらじゃあ終わるかな、ランキングで。どうしよう、もう広いじゃん。わかんない、今日の感じによる今日帰ってきてどのぐらいできるかの感じによる。普通に配信できたら、普通に配信できるぐらいの時間に帰ってこれたら、明日も一緒だからさ、夜できる、夜だけでいいけど、まあ時間がなかったら今日と一緒にぐらいか。だから今日帰ってくる時間によるそれ次第かな。うん、できたら今日夜もするけど、まあわかんないね、間に合うか。前回はこんぐらいにもう終わってた。あ、確かに前回そうだね。確かにめっちゃ早かったからね。その分今日9時半、9時半ぐらい。帰りの午前はきつかったでもまだあるんだよな、あと1回、来月のクリスマスの、クリスマスイブか、クリスマスの近くの握手会午前なんだよな1分2分めっちゃ早い。めっちゃ早いよ。いや、まあ4時起きとかになるからね。4時半とかそんぐらいだから、5時前に起きなきゃ、まあ嬉しくはないよね
まあ起きる時間を考えたらね起きる時間考えたら、でもどっちもどっちだけどね。朝早い分さ、その分今日よりかはさ早く終わるわけじゃん。もうこのぐらいの時間には終わってるわけじゃん。だから、まあ、後に寝ればいいっていうのはあるけど2週間2部構え？ありがとう。構えしてた。ありがとう。どこだっけ？あと11月じゃない1月13かな？の3部かな？残りわずかまであと少し。ぜひ来てください。最後なんでね、今回のシングルが。あ、ひなわの時発表を変えなかったのか、なかったのか。いや、販売期間が終わってたのかそういうことか。そう、もしもし会失敗に決めた。あ、そう、ぜひもしもしできるんで。遅い部だけど極端だからな、朝早く遅いか。もう会社ついちゃったから早く来て。早いな早いな、私はもうまだだよ7部って何時からだっけ。7部だっけ。7、8部だよね。私って何時からだっけ。何時からだっけ。何時スタートだっけ。18時からか。まだくらい6時間半ぐらい待たないと風が冷たい。今日寒い。まったかい日なんかないかも間に合う。私余裕でしょ、6時間半あるんだ。終わった後準備します。風に飛ばされそうだから気をつけて軽すぎでしょ飛ばされないよ
変な口が反省するって本当ですか？どこ情報ですかそれは。確かに生誕って着るけど下にさすがに着るよ、なんか長袖T シャツ1枚やばすぎでしょ、元気すぎないそれ。そこまで寒さに強くない、無理。何時も大事、12時15分だったら終わります。うん、999だ明日で1000。いつ手が来てる、そんな寒い今日。まあでもなんか着る、下にちゃんと T シャツかブラウスか。でもなんかパーカー着てこっかな、上にあのチェックのタイプのパーカー羽織れるやつ。じゃあブラウスだったらあれだな、パンティー着ようかな、下はパンティー着て。今日もこの時間帯だし、明日は今日の帰ってくる時間で決める今日夜普通に配信できる時間に帰ってこれたら明日はこの時間しない、いつも通りぐらいの時間ぐらいにできる時間で帰ってこれたらしないけど、明日は時間でもなんかギリギリだったら明日この時間する。だからね、ちょっとまだ分かんない、明日の配信時間は。今日も夜間に合ったらちょっとしようかなって思ってる、そんな長くはしないけど。うん、今日あれだ、私昨日さ、せっかく買い物に行ったのにさ、スプーンを買おうと思ってたのにさ、買い忘れちゃってさ、この前間違って捨てちゃったんだよねスプーン、なんかスプーンさ、予備も含めて家に同じのが2個あるのね、なのに1個しかなくって、おかしいなって思ってたんだけど、多分捨てちゃったんだよ、だから多分だけど記憶がないから分かんないけど、多分捨てちゃった、なんかゼリー食べてでそのまま捨てちゃったんだろうね、多分ないのも1個。初めて間違ってスプーン捨てたよだから買わないと、もう1個欲しいから。スプーン2個あった方が便利じゃない、だってなんか全部ね、あの2個あるの予備いやスプーンは結構よく使うからさ、なんか食べる時とかに、でうまく使いたい時になかったらめんどくさいじゃん。あ、そう、銀のスプーン、違うスプーンはあるんだけど、そのスプーンが欲しいのよ
捨てちゃったやつを。違うスプーンはあるの。シナモンのスプーンが、でもそれ開けてないんだよね。前さ、あの当たりくじで当たったやつ。開けてないか。今日買ってこよう。まあいいけど、100均のスプーンだから。100均、昨日100均行ったのよ。なのに忘れてて、今日買おう。あとメモ帳。あ、銃ゲートタワー。あ、風とみとさん、銃タワー、銃って合ってるね。天じゃないよね。銃タワー、ありがとうございます。ありがとう。そう、間違えて捨てたんだよ。びっくりした。この前スプーン2買おうと思って見たら1個しかなくって、で台所にもさ置いてなくって、で使ったら1回台所に置くのね。置くじゃん、うないと思って。でも昨日スプーン使ったしなと思って。多分捨ててるね。風と海とさん、銃タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。もう捨てない。ええ、いつも捨ててるわけじゃないの。初めてなんかそんな風になってびっくりした。でもしかもね、ちょうどさ、ゴミの日でさ、その日がゴミ出した後だったの。だからあって、もう無理だみたいな。まださ、そのゴミが残ってればさ、あるけどさ、出した後だったのよ。ちょうどタイミングも悪かった。そう、気づいたのが遅かった。このキャン同じのまた売ってるかな。だいぶ前なんだよな、あのスプーン買ったの。でも違っても銀のさ、シンプルなやつだからさ、普通の似たようなのありそう。今日買ってこよう。それ何せと、メモとスプーン、あと何かあったっけな。メモとスプーンだけかな。先割れスプーンじゃない、先割れスプーン使わない、使わなくない。あれ家であっても変わんない。グレープフルーツ食べるときフォークでよくないじゃん。
コンビニでもらうぐらいでしょ。あれ家にいらなくない？いる？竹原ですもん。コンビニでもそう渡されたらさ使うけどさ、いらなくない？別にスプーンかフォークでよくない？どっちかで。今日のキッチンカーのおすすめ、今日のキッチンカー何があったっけ。なんかさロコモコとさクロフルしか置いてないんだよね。他にもあったよね。見てみるか。うん、今日はキッチンカー行くか分かんないな。始まる時間がちょっと遅いからさ、行くとしたら握手会前じゃん。握手会終わったらもう多分すぐってか、そんな行く時間ないだろうし、キッチンカーやってなさそうだし、何時までやってるか知らないけど、だからいけるか分かんない。行かないかも。キッチンカどこにあるんだろう。あった。キッチンカー何時までとか出てない。前でも行かないかもだな、今日の時間的に。今日はロコモコとクロッフルキャラメルバニラ、なんかちょっとアイスにキャラメルバニラのアイスにキャラメルソースがかかってるバニラアイスにクロッフルがちょっと入ってるみたいですか。これクロッフルチョコレート、クロッフルプレーン、クロッフルクッキークリーム、そうだな、クロッフルあでもタピオカとかもあるんだ、ちっちゃく書いてるわ。クロッフル今日は行かないと思うけど、私はクロッフルプレーン、チョコレートとかよりプレーンの方が好き。明日は全部クレープ、チョコレートバナナ、キャラメルバナナ、ベリーカスタード、ダークチェリー、ハムチーズ、パラスト、うん違うな、パストラミ逆だ、パストラミビーフサラダで、あと飲み物か、ハムチーズ美味しそうしょっぱい系ハムチーズ。明日だけど、これは今ね、お腹空いてないってのもあるね今お腹空いてないからさ、うんそうだね、お腹空いてない。ケータリング食べる。だから行かないかもだな。普通に時間がなさそう。こっちに行くキッチンカー。前回は1、2部だったからさ、2部の終わりとかいっぱい時間があったけどさ、今回さ、なんだっけ、7、8部じゃん。で8部終わったらもう終わりだからさ、握手会の今日のやつが、全体のやつが、だから時間普通になさそう。
17、8、21連。8時45分だから、キッチンカーってもう閉まってそうじゃない？行くつもりがないんだけど今日はあんま78分だから普通に無理そう。そんな気がする。どうしよう、シャットダウン。ポテトないよ。ポテト毎回あるわけじゃない。バニラ、クロフルのやつ、キャラメルバニラ、クロフルキャラメルバニラだっけ、そんなやつでしょ。確かに美味しそう。なんかちょっとパフェっぽい見た目してた。パフェじゃないけど美味しそうだった。私もカヌレ売ってよ。無理だよ。次のゲーム配信近々、次のゲーム配信は、ね、いつできるか分かんないね。まだ決まってない。まだ分かんないです。いつか次できるとしたら何しようかな。ゲームでもどうしようかな、何しようかな。次エペか、まあ決まってないんだけど、いつするかも。エペか、何かな。バロ、でもバロとかオーバーチも入ってるけど、ほぼ初見、ほぼ初見プレイになってしまう。何か買うんだったらさ、セール始まってからがいいな。オータムセールだっけ、次のスチームセール。だからまだ買わない。いや、とりあえず入ってる。いつ次するかが分かんないからあれだけど。オータムセールだっけ、ウィンターセール、ウォーターセール。それっていつからだっけ。今月末だっけ。22くらいか。じゃあ22か。
なら次のやつなんか新しいの買ってできるかもだけど、わかんないな、買うかどうするその方わかんないけど、来年も考えてはいる、したいけど。でもフラゲってさ、どのぐらいかかるんだろう、プレスの。あれやりたいんだけど、夜間警備みたいなやつ。どのぐらいかかるんだろう。あんま長いとさ、プレイ時間何回かに分けてになっちゃう。セーブできるやつじゃないとね。バイオとかもいいけど、夜間警備やりたい。オンリーアップ1時間半か2時間ぐらいじゃ無理だね、クリア。セーブできないから、あと配信無理だもん、オンリーアップ。そうだ、配信無理、配信企画ないから配信できない。あれ、忘れてた。関係ってどんぐらいかかるんだろう、時間長いかな。セーブできるやつだったらいけんの。セーブできないやつだったらさちょっとあれじゃん。だからセーブできるやつで関係日したい。でも最初面白かった。ホールガイスでも分かりやすいもんね、あのゲームさ。なんか分かりやすいじゃん、こう初めて見た人もどういうやつか。めっちゃシンプルだから。でもホールガイス、ホールガイスね、あの長時間やるとすっごい飽きるんだよね、あれ飽きる。1時間半ぐらいで結構ちょうどいい飽きるからね、一旦いいね何がいいかな、なんかいろいろ調べとこう。夜間警備のクリア時間調べとこうかな、平均のどのぐらいかかる。キャラの名前とかないね、あれ。あのキャラクターのないんじゃない、あるの、ホルガイソンのキャラクターの名前。なんかさ、エペみたいなさ、ああいうレジェンドみたいなのがいっぱいないから、ただの奇世界、奇世界アバターをさ奇世界って言うだけだから、みんなクリアするだけなら2時間もかからない。そうだな、あんま長時間になっちゃうと大変だから、スタッフさんも1時間半から2時間ぐらいなんだけど、したとしても。あんま長いとね。試験で格言はね、楽しそう。あのストロークやったことないんだけど、本当に格言一切やったことない、今まで一切ないから、本当に初見。バロとかもしたいんだけどな、したいんだけどさ、ちょっともうちょっとバロ知識つけてからやりたいな、操作がちゃんとできるようになってから練習しなきゃだな。オーバーウォッチも、でも周りに詳しい人がいないからさ、どうしよう、誰かいるかな。エペはやってる人いるけど、あんまいないから。
ティームだよ、私姿違うよ。もうね、どのキーを押したらどれかもわかんないのよ、バロランド。いやもうちょっとんていうんですか、キャラクター動かせるぐらいにはなっとかないとさ。そうそう、覚えてからやりたいんだよね、バロ。ドランクできるようになりたい、バロ。ランクじゃないか、バロってなんだっけ、コンペだっけ、なんだっけ。じゃないとバロラントって結構チーム戦だからさ、ストロークとかだったらもう個人じゃん、だからもういいかもだけど、ただ相手にボコボコにされるだけじゃん。はい、けどバロラントチーム戦だからちょっと覚えてからやりたい。バロラント覚えたいね。なんでやれてる、でもおばあちもそうそう覚えの似てるか、おばあちとバロキーマーだから、キーマーの操作をまず覚えなきゃだな、だいたい一緒じゃん、キーマーの操作だったら。人間配信全然見てないね。全然見れてないや。パソコン。ちょっと間違ってキーボードつけちゃった。これつけたらダメだよね。つかなくなる。切れた。前髪ちょっと伸びてきた。何時まで配信？12時15分まで配信します。15分になったらランキング読んで終わる。あと10分ちょい。見切ってないよ。でも今アイロンしてないからさ、ちょっと長いってのもあるけど、始まったらちょっとお昼寝できる。できないよ、準備しなきゃ。もう握手会のお脈したりとか、もう時間ないですこの後は。ずっと準備、寝る時間ない。
からコンタクト、結構前からだよ、中学生ぐらいからコンタクト、中2ぐらいから。12時半までじゃないね、12時15分になったらランキングを読んで終わる。15分までだね。じゃないとちょっと時間がない時間が半まであると時間ちょっと怪しくなっちゃうから、15分まで。ついてからメイクで、ついてからメイクでいない、ついてからメイクするのはってこと。ついてからメイクはそんな時間ないね、結構早い時間に行かないと、普通にそんなメイクする時間ないから無理ですね。ブローチ欲しいと思ったこと一瞬あるけど、みんなつけてた時めっちゃ便利なのかなと思って、でもおひなこがアプローチしてたからさ、うん、アプローチってやっぱ便利みたいな、いいって聞いたら、なんかね、ひなこなんて言ってたかな、なんか LINE とかの通知もさ、これアプローチで見れるじゃん、だからその通知を見るのが便利なぐらいみたいなって言ってたから、あ、じゃあいらないかと思って買わなかったうん、なんかひなこの聞いた感じなんかいらないなと思ってそれなら携帯あればいい、いらないかな。って買わなかったです。ひなこは全く使いこなせなかった。なんかめっちゃ運動する人、ランニングするとか、そういう人だったらいいんだよね、確かね。こういろいろ見れるんでしょ、アプローチで、そういうなんか記録みたいな。でも私そんな走ったりしないしいいかなって、すぐ時間確認できる、いいよ携帯見れば携帯見ればいいよそうだからね、買わなかったアプローチ、本当に一瞬思ったけど、みんな使ってるからさ、いいのかなと思って気になったけど、一瞬ひなこの聞いて、じゃあいらないかってなった買っても、私が買ってもひなこと一緒ぐらいな感じになりそうだったからかーってなったいやスイカとかもさ、普通にスマホあればいいじゃん、そうじゃ持ってなかった気がするな、この人に聞いてない、なんか別にいらないなと思って調べてみたりもしたけど、なんか私が持ってもって感じがしたからなんか一応運動する人とかだったらいいかもだけど、よく走るとかさ、なんかそういう運動する人、走ってランニングとかよくそういうのする人だったらいいかも、私が買ってもって感じがした。天気も見れる、いやもう携帯でいいじゃん携帯でいいじゃん、
だから普通にスマホあればいらないからだから買わなかった。いらないなと思って。匂いで天気が分かる。私さ、めっちゃ雨降ってたら分かるかも誰でも分かるよそんなのめっちゃ雨降ってたら、家の中いたら分かんないけど、音でわかるか。無理だよ。王様のブランチ、これからラーメン特集。さっきなんか見てた、それかな、王様のブランチかな、なんかテレビつけてた。キュー食べようってなんだけど、おすすめ？サイゼのおすすめ？サイゼあんま行ったことないんだけど、私が今まで食べたことあるのはなんかボロネーゼみたいなやつとチーズ、なんかなんだっけあれ、白いやつ、なんだっけチーズ、名前わかんない、なんかチーズのやつと、あとはなんかエビのさ、揚げてるやつバッファロー的、あ、そうそう、そんなやつ、それ前食べて、でちょっと前も行って、ちょっと前ってか結構前な気がするけど、いつだっけな忘れちゃったけど、なんかエビのなんて名前かわかんない、ポップコーンシリップ、そう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 、ポップコーンシリップ、それアヒージョ揚げてない、ね、違う、ポップコーンシリップ、それとその時はね、あと何食べたかな、カルボナーラ食べた気がする。それぐらいしか食べたことないんだよねそれぐらいしかないね。え、チーズ美味しかったよ、バッファローなんちゃらみたいな。一人でフラッツで、チーズとなんだっけボロネーゼみたいな食べた時は一人で行った。名前も行ったことあるんだけど、その時何食べたか覚えてないんだよね。結構前、数年前に行った、エイト入って多分最初の方、何食べたか覚えてないで、ちょっと前に行ったのはさ、なんだっけ、ポップコーンシュリンプとか食べた時に行ったのはひなこと行った、二人で。え、その時ね、あれなの、ひなこの卒業公演のなんか二人で歌ったじゃん、思い出のほとんど、その練習しに行ってて、カラオケ、カラオケ帰りに二人で行った、サイズに。ひなこは小指のサラダ食べてた気がする一番最初に行ったのめっちゃ前だから覚えてないんだよね。エイト入って1年目ぐらいか、2年目、1年目か覚えてない、何食べたか覚えてない。だから行ったことはあるんだけど覚えてないです。ひなこは3本で、ひなこが3本しか食べないのはお寿司屋さんだから、回転寿司行った時にずっと3本どこのお店行ってもじゃないから別にあのお寿司の時だけだからフ
して何食べたか覚えてない。めっちゃ前だよ、ココイチ行ってた、行ったことあるの小学生とか覚えてないね。ずっと行ってないから、そんなしかもたくさん行ったことあるわけじゃない何回かしかない本当に。だから分かんないよ。毛が好きなのひなこ、いやサーモンが好きなんだと思う。ただお寿司のんだと思う。ただお寿司はもうほんとサーモン一択ひなこ。そんなに前だよ、あのココイチ行ってたんでしょ。だからね、わかんないですね、何頼んでたか記憶がない。10分ありがとう。じゃあ13位からランキング見ます。13位、香港の春マットマーク京川さんありがとうございます。12位、ユージアットマーク宇宙一美しい京川を心から愛してるさんありがとうございます。10位じゃない、え、さっき12位のこと言ったから、11位、わたあめさんありがとうございます。で次が10位から10位、バトニーさんありがとうございます。9位カザットマーク許可タムズさんありがとうございます。8位ティンさんありがとうございます。7位ナオトさんありがとうございます。6位ズーシミケンスーケさんありがとうございます。5位キヨナツアットマーク今日も明日も今日かおいしいさんありがとうございます。4位ゴン太郎さんありがとうございます。3位フロマンさんありがとうございます。2位グランツアットマーク許可タムズさんありがとうございます。そして1位が風とみとさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、以上、ありがとうございました。ありがとう。この後は握手会で、で帰ってきて時間があれば間に合えばちょっとだけ配信する。そんな長くは今日はしないけど、明日の配信はちょっと今日の夜帰ってきて、配信がどのぐらいできそうな時間に、配信がどのぐらいできそうな時間に帰ってくるかによるそれによる。だからまた明日言います。今日の夜間に合ったら今日の夜やるかな、配信時間、明日の配信時間はちょっとまだ分かんない、実況様子見でいやそろそろ準備しないと間に合わないから準備してこようかな。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。この後握手会来る方は握手会で、来ない方は夜配信ができたら夜の配信で。じゃあね、ありがとうございました。またね。